はい、どうも鈴木です。今日も京都で世界を救っていこうかなと思うんですけども、まあね、もう一通り見に行ったんですけど、あとは必要なのは多分ロトの勇者っていう証と、あと太陽の杖だと思うんですけど、まあもう一通りの街を見に行ったんですよね。なんで今回はまあちょっと寄り道として、あのこの辺のね、外出てマップ見たら分かるんですけど、まあ、この辺ね、上と下ね、全く探索してないんですけども、この辺探索していこうかなと。あの毒のところとかね、探索していこうかなと思うんですけども、まあ、こっち、まずとりあえず上行って、来た、キラリカント。このさ、ちょっと待って、一回さ、この、なんていうっけ、道具としても使えるのよ、炎の剣が。どういうことなの？炎の剣が振りかざした。水が炎をほとばしてる。キラリカンで30ダメ。おお、なるほどね。30ダメか。30ダメか。強いんだけど、殴りが34ダメなんよな。30ダメか。って感じよな。殴りが強いんからな。うん、正直。殴りが強くなっちゃってるからな。あんまり。道具として使わんかもしんないね。それがまだ腹立つな。こんなとこ行って意味があるのかって話なんですけど、道としてはあんのよな。道としてはあるからさ、何かしらのイベント発生するのかな。それともほんまにただの道なんかな。やった、オッケー。こいつ一番うまいよマジで。経験値と金めっちゃうまいよ、スターキメラ。おお、お前攻撃当たれよ。もう、お前何のために出てくんのほんまに。もうなんなんこいつマジで。なあ、こいつ何？ガチで。いつになったらお前を攻撃できんの俺は。ズルやでお前、ただの。お前はもう弱い。お前はもういけるよ。強くない君は。OK。お金もすぐ溜まってくよ。ほら、2000よ、もう今。どうすんねん、これ。なんもないやんけ、ここ。なんやこれ。何したらいいんや、ほんまに。これから何をしたいんや、俺は。ほんまになんもなかった。やばい。これほんまになんもなかったらどうする？いっけえ。よし。こっちなんかあるんかな？でもなんもなさそうやぞ、これ。どうする？べ、ほいに。なんや、ベホイミってお前。なあ、そう、ホイミの上位互換みたいな。俺もくれ、それ。俺にもベホイミくれ。やべ、死ぬ。やばい、死ぬ。やばい、死ぬ。もう一回。オッケー。なんもないやんけー。なんもないやんけー。無駄足やんけ、こら。もうどこ行けばいいな、あと。あともうほんまに竜王の城突っ走るしかないんやけど。どうしよう。もう行く場所がないんやけど、どうしよう。とりあえず、じゃあ、ここめっちゃ金稼げるし、もうさ、ここ盾ゲットして、もうここから抜けるか。この場所から。もう回り込んでくんな。オッケー。とりあえず、ここでか、待って、見せた。なんか、ここの行き止まり、誰が来る？あ、間違えちゃったって、ここ来るやつおんのかな？オッケー。じゃあ、ここの近くの村の前で金稼ぎして、で、なんか、めちゃくちゃ強い盾ゲットして、もここの村は用なしと。はい。もういらないですね、ここの村は。なんで、それを終わらして、とりあえず一回、あ、明治決めようか。
これはまことやな。一回城帰って、はいバカー。でそっからなんかいろいろ考えようかそっから考えようか。はい、約40分ぐらいかな、ずっと、まあ、目の前のあの場所をね、あの行ったり来たりして経験値稼いでましたと。はい、1万5000円ですね、稼ぎましたと。はい、で、まあ、買えるんでしょう。もう買えますよね。はい、三鏡の盾。はい、守備力アホ上がるね、これ守備力アホ上がります、これ。はい、 OK。 で、今どんな感じや、強さ。はい、炎の剣、魔法の鎧、三鏡の盾、もうこれ最強でしょ。もう勝てない、竜王すらもう多分片手で倒せるぐらいのレベルでしょ、これ今。で、違う、安薬草じゃねえ、圧迫するんで鉄の盾を売りますと。はい、でもここの町にはもう用がないんで、はい、もう帰ります。はい、でですね、まあ、この後何するかっつったら、何しようっていう。あ、違う、ミスター。ルーラ。この後何しようかなっていう。もう一回ここで隠すか。で、でよ、あの一番の謎であった、まああの何だっけ、北に70、西に40やったっけな、ラダトームの城まで北に70、西に40を刻む、その場所をつってるんですよね。なんでこれを探しに行こうかなと。はい、で多分ここからなんですよ。ここから、1、2、3、4、5、6、7、それでこれあれ使おう。どういうとき？よし、トヘロス。で、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、は？なんこれ？は？海出るんですけど、海出るんですけど、どうしたんですかね、これ。もしかして今ロトの墓に行けってことかな。ロトの墓やと思ってんか、これ。正直ロトの墓やと思ってんけど、ロトの墓じゃない、もしかして。これあいつが言ってたの、うん、あの賢者が言ってた場所って。もう一回ロトの墓に行ったら何か起きるとかではないんかな、俺はそう思ったんやけど。70って どこの話してんの。 70？ なんか起きたりせへんの。うん、うん、3つってな、多分だからさ、あれだと思うんだよな。何した？あの雨の杖と、あと太陽の杖、太陽の杖で、あともう一個何か分からへんけど、ロトの証とかじゃないんかなと思ってんだけど。おっと、ここで詰まりましたね。まさかここからどうすればいいか分からなくなりましたね、これね。これ何したんや、これ。どうしよっかな、こっから分からへんくなったな。ちょっと待てよ。どうしましょうかね。なあ。買ってみる。何も来なかったんかい。どうしよっかなーっていう。
北に70。ちょっと待てよ。もしかしたらいいけど、待てよ。ラダトームまでって言ってるから、ラダトームの城までって言ってるから、ラダトームからじゃなくて、こっから、西に、来た来た。こっから西に、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、ここ20だ。1,2,3,4,5,6,7。詰まっちゃった。ここ20やけど、むず、これ、何これ、むず計算すんの。ここ7な。ここ7。覚えておこう、ここ7。覚えておこう。なんだやろ今。でここや。この辺が7やね。この辺7。で。からじゃあ8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35。もう大体でいいね、大体でいいね、こんな35,6,3,3,4,5,6,7,8,9,10。それが40。お前は俺より強い判定なんや。41、42。もっと下、もっと下。この辺やねん、多分だから。わからんでもう。なんやねん、ララトームの城まで470、北に70、妊娠40って。もっとわかりやすくしろよ。どこやねん、この辺やと思うんだけど、俺は。この辺じゃないの？この辺。おい、ラリホーや、危ねえ。忘れてた、こいつラリホー使うの。わかんない、どこ行ったらいいかわかんない、もう。どうしましょう、これ。どうしてんの、これ。で、この町何も探索してへんねんな。もうここもう効力系でもよ。ここ。ここ何も探索してへんのよ。ここ、なんかあるんかな。あ、てか、ラダドームの城の地下も行ってね。今思い出した。ラダドームの城に力があるっていう。噂があったんやな、そういや。ここら辺何も探索してないけど、何もないやな、別に。ここは多分魔物に襲われた町っていうところやから、多分ここはなんかあるんかな、ここ。ちょっと待てよ、でもラダトムの城の地下も行ってねえわ。思い出した。行くか、そこ。行けるか知らんけど。探すか。待って、なんかある。光ってる。やっぱなんかあったわ。ここ。あの光ってるもの。あれが、あれや、やっぱ。あ、なんかレベル上がった。なんか覚えるかな。ベギラマ。戦い技か。ほら。あ、ここで出てくる。あれ？何こいつ？鎧の騎士じゃない？どっちの方が強い？お前の方が強いわ。鎧の騎士よりお前の方が強い。喜べ。まあでも僕にはかなわないですけどね。呪文でベホイム。ベホイムがクソ強い。で、
これ次は自分の足元調べた。ロトの鎧こんなところに、こんなところにロトの鎧。これどっちの方がいいんやろ。いや、このロトの鎧は多分そんな強くないと思う、俺的には。待って、今道具で、ちょっと待って、強さで、今防守備力95やろ。じゃ、ロトの鎧をつけます。こっちの方が強いんや。じゃ、魔王と戦うときだけこれ使うか。それまでは多分絶対魔法の鎧の方がいいんやな。それまでは絶対魔法の鎧の方がいい。だってあれやから。歩いたら隠すから。これに関してはマジで魔法の鎧が一強やから。とりあえず、で呪文で、待って、じゃあ、ルーラで一回城帰って、来た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 、進んだ進んだ進んだ。話が進んだぞ。ちょっと待てよ。竜の鱗いらねえわ。これ使おうか。身につけた。なんか身につけたんやけど、竜の鱗。どういうこと？あ、守備力上がった。あ、そういうアイテムやったね。今更気づいた。お前、これ、こいつ、そうそう、こいつ思い出した。お前がロトの血を引くものが何か収集あるか。あるやろ、ほら。は？ロトの鎧。あ、身につけなかな、もしかして。身につけますわ、じゃあ。はい。ほら、見ろ。なんじゃこら、ぶっ殺すぞ、お前。ロトの鎧あるやろか、お前。見ろよ、ロトの鎧。なんやこいつ。なんだこいつ。盲目やん、お前。ラダトムの城の地下ってさ、今行けるんかな。まだ無理っぽいよな。多分ここの教会のなところからやと思うんだけどな。ラトムの地下行くには、ここ。このおっさんがどこ、その後ろに階段があるみたいな。違うか。じゃあとりあえず、でもな、その前に、ロトの印じゃないんか。待って、ロトの印じゃないんだろう。この下の洞窟行ってもなんかちょっと嫌な予感がするな。なんか他にないか、この辺の情報に。どうしたんや、この先。ロトの鎧が、待って、ロトの鎧が、さあ、証にならへんのであれば、そうだよ、これ。地下室がどこにあるかって話になります。もう倒したよな、ガライの墓に関しては。さてどうするか、こっから。じゃ一回行くか。650ゴールドよ、こいつ倒すだけで。頼む、じっちゃん、じっちゃん、どうや、俺は。一回さ、一応ね、一応ロトの色着とこうか、うん、じっちゃん、これでどうや。あなたがロトの血を引くものなら、誠の印があるはず。もうなんなんお前マジで。もうなんなんロトの印って、何なんですの、何なんお前ら、なんなんほんまに。何やこいつらほんま。何ロトの印って知るかボケお前。お前ら全員リュウに殺されてまいほんまに。ルーラで帰ります。行き詰まっちゃったね、ちょっとこれ。地下探すか？もう王様と話してもって感じやろね、多分。ここで。なんか、こいつは？こいつ、なんか、もうお前、それしかやらないもんな。何をどうしたんや、これ。なんや、地下探すか、マジで。地下探すしかないんか、これは。
鍵もらっとこう。この裏とかな、ドラクエこういうところになんか隠されてるかもしれん。隠されてないんかい。おい、どうしたいこれ。な、おー、見ーけた。見ーけた。見つけちゃった。見つけちゃったよ、ほら。あると思ったんよな。ドラクエこういうとこあるから、ほんまに。ほんま。もう、なんで、は？見つけたけど、どうやって行くの？マジで、おい。あ、見つけたぞ、俺は。見つけたけど、どうやって行くんや。ちょっと頼む。行かしてくれ、あれを。あそこに行かしてくれ。毎回これ魔法の鍵使わなきゃ、クソストレスなんですけど。まあ、あそこに勇者の、あれがなかったら、俺はもう終わりや。おーし！なんだここは！おい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 、進むんじゃないかこれ。その前に薬草とかもらうこの辺もらっとこう。よっしゃ、来た、命の君。薬草捨てまーす。何やねん、それを捨てるなんてとんでもないって。捨てるわ、ボギー、薬草なんて。ベホミとホミがあるんで、こっちは。え、嘘でしょ？え、待って。命に決まった。びっくりした。よし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 。来た！おじさん、これはロトの証でしょ。おう、わしに分かっておった。いずれロトの血を引く若者がこう映ること。この宝箱に勇者ロトから預かった太陽の石が。あ？何それ？え、ロトの証ですよね、これ。え、ロトの証ですよね。頼みますよ。この太陽の石、ロトの証ですよね。お願いしますよ。おい、何やお前。鈴木、そなたがこの地を再び光をもたらすことをわしは信じるぞ。さて、長い間太陽の石も見守り続けて、わしも少しばかり疲れたわ。そろそろ休ませてもらうことにしようかの。お前、ずっとここいたんか。いいよ、寝ていいよ、寝ていいよ。寝ろ、寝ろ、寝ろ。ちょっと待って。太陽と、雨雲の杖。来た。太陽と、まさかこれ。おい、来たぞ、これ。もう薬草はいらんな。いや、いるか、薬草。薬草でも30から、何倍だっけ、回復すんの。25から30とかよな。お前じゃねえわ。20と35はもういいかな。もう使えへんわ、もうこっから先。太陽の衣装、勇者のロトの証とは無理よな、お前。無理か。OK。OKOKOK。ならもう分かった。もう太陽と、太陽の石、雨の杖。分かるな。要するに何が起きるか。こっからでも使えんのかな、もしかして。分からんか。じゃあもう竜王の城まで行くか。あそこまで行くぞ。じゃあこっちじゃねえか。トヘロスかけて、ここ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 、竜王さんよ、なあ、ここよ。あ？え、ここやんな。違う、ババアが何かやっとった。何かの祠に行ったことあるかって。俺はもう、竜王倒していけんぞ、これ。聖なる祠はどこにあるの？南へ行ってみるがよい。オッケー。お前でもあそこさ、ロト以外 NG とか言ってきたんだけど。もう持ってんだよな、虹の石と。でもあとはロトのよ、ロトの証ってなんやねん。無理なような気すんねんな、今言ってもあいつのところ。何やろ、お前の言うロトの証っていうのは。もう、やんな、お前。ロトの証はないですけど、雨雲の杖と太陽の石ありますよ。何
路頭の証ってボケが、おい。やべ、ロトの証がほんまにどこにあるか分からへん。どこにあるんや、ロトの証って。ということで今回はね、今回この辺で終わりにしようかなと。もう次回でロトの証見つけて、多分その次多分すぐ竜王の城やから、まあ竜王の城の中がダンジョンになってるのか分からへんけど、もうそろそろ最終回に近づいてきたよな。お疲れ。